クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。エレミア宮下です。今日は焦ったけど神様によって守られた体験ということでお話ししたいと思います。まだTLEA の教会に移ってくる前のことです。私たち夫婦は北海道の釧路でアッセンブリーの教会に通っていました。ある時クリスチャン新聞を見ていると、釧路で当時の主の十字架の聖会があるということが出ていました。学生時代に東京にいた時、秋元牧師と同じ教会だったので、その名前がこの講師として載っているのを見て、私はとても驚き、また懐かしく思いました。そこには木原牧師など、馬橋教会にいた時に一緒だった仲間の名前も出ており、私はぜひその聖会に行ってみようと思いました。聖会が数日後に迫った時、ある事件が起きました。その頃長男が5歳ぐらいだったと思うのですが、家で遊んでいる時につまずいて転んでしまい、唇の下のところを切ってしまったのです。結構出血もあり、救急病院を調べて車で連れて行きました。私たちはその聖会をきっかけとして、後にアッセンブリー教会の方から主の十字架、今の TLEA へ移ることになったのですが、今から考えると移動することに対する神様の御心が大きかったのだと思います。サタンはあらゆる方法での攻撃を仕掛けて邪魔をしてきます。息子の怪我もその一つだったのだというふうに思います。で、結局息子は救急病院で傷を縫ってもらい、無事に帰ってくることができました。息子の唇から血が流れているのを見て焦りましたが、しかし神様は完全に守ってくださいました。数日後の聖会にも豊かに祝福され、秋元牧師とも何年かぶりで再会することができ、その後私たちは主の十字架、今の TLEA 教会へと移動することになったのです。最後まで聞いてくださり感謝します。